皆さんこんばんはかこんにちはか知らないけれど、はい、今日の動画はご覧の通りですね、シンカリオンの動画となります。はい、こっちにあるのが旧シンカリオンね、これ旧シンカリオンで、こっちの新しいやつ。さあ、なんかね、あのツイッターとか見てたらね、俺が不満、旧版で不満に思ってたところがこう良くなってるみたいなんで、買ってみました。というわけでね、早速見ていってみましょう。というわけでね、はい、出てきました。こっちが旧版、こっちが新しいやつ、 Z のやつかな、シンカリオン Z の、シンカリオン E5 はやぶさ、はい、両方ともね E5 はやぶさなんですけれど、こっちが新版の方、新しい版ですね、 Z の方ですね。こっち旧版、うん、色自体もほぼ変わらないんですよね。ちょっとこのサイズ感がちょっとこっちの方ほっそりしてるかなって感じね。では早速ね、変形させていってみましょう。はい、まず上部の方ですね。はい、まず、腕パーツ外れますね。あ、そうそう、これそう、別パーツがあるんですよね。これを外して、前も外して、でまあ腕パーツを外す。2つに分かれるんで、それから引き出す、こう、こっちもこう、胸部、頭部パーツですね、どうだったんだっけ、まずこのフロントのウィンドウを開けて、それからこの下の、あ、これを上げつつ、これを上げて、で下のパーツを、これが腹部パーツですね、これがパチンっていくまで上げてやれば、角を上げて、完成ですね。はい、簡単で、先ほどの腕パーツ、ジャキン、はい、上の部分ですね。はい、完成です。続いて下のパーツ、足ですね。これも先ほどのように、この車輪のパーツを引き抜きまして、まずこのフロントの部分を外します。2つに割ります。で、股の部分ですね、股の部分の前のパーツを上げて、ちょっと開いておく。足ですね、これは足のつま先の部分なのかな。この横のパネルが開いて、このサイドの、この部分ね、サイドのスカートの部分が横に出ます。ビュッで、足 OK。 これもう一個ね、あ、それと、そうそう、これもさっきのフロントの部分をね、この日結に入るんで、こう入れときます。ピッて、でこれ完成。はい、足の部分ができました。おお、おお、というか、うん、なんかスリム。まあ、それでは合体します。ギヒーン、ジャキーン、ババーン、両シンカリオン完成しました。っていうか完成じゃない、この Z ね、こっちの方、 Z の方の完成しました。でこれが9番のロボの方ね、同じハヤブサなんですけど、見て、全然フォルムが違う。はあ、こう見た方が分かりやすいのかな。ロボットとしての完成度が高くなってますね。すごいです。いや、あのね、やっぱりね、9番のね、不満点ってね、多分その時、多分オタク惑星で見たんだけどね、まず可動域ね、まあこっちのこう腕とかさ、こう、まあ、回ったりとかさ、まあ、この辺とかは大丈夫なんですけど、まあ、ロールとかね、下半身がもう本当にダメ。腰が回らないし、足がね、ここがもう股関節全く起きません。もうこれだけ、前上下にも前方向もこうね、後ろの方にも行かないし、膝はなんかこう、なんか2段クリックだけだしさ、3段か、うん、動かしにくいというか、で足もね、横だけ、もう前後はこう固定、こうだ、これだけしか動かない。で僕はタカラトミーさんの技術力っていうのをものすごく知ってるから、トランスフォーマーとかでね、この変形玩具でこんな
なんかまあ言っちゃ悪いけど子供のおもちゃだからと思って、まあねって、ある意味その低年齢層向けに作ってるからそうなのかなと思ったんですけど、こっちね、やればできるじゃん、やればできるんだよ宝トミーを、やっぱり。うん、まずね、まずさっきのところのあれ、まず肩、これがまず僕、これね、これ重要。ロボットはね、やっぱちょっと怒り型になってないとダメね。でもちろん肘ロール、手首もそうだけなんだけど、一番の回転はやっぱ腰ね、腰の回転、足の横がクリック、前後、それから膝、足首のボールジョイント、ほらできるじゃん、できんじゃん、このくらいのこと、もうこのくらいのこと多分ね、宝富さん余裕のはずよ、はっきり言って。もうね、トランスフォーマーとかね、見たら分かるんだけどね、もうこの価格であの変形がこう再現できる、とんでもない、なんていうの、こうおもちゃの技術力なんだか、変形はこのくらいできるんだよ、もうめっちゃかっこいいじゃん、ほら最初からこうしてくれればよかったのよね、と思いません？でもね、やっぱりね、やっぱりそれの弊害か知りませんけど、やっぱりね、こういう Z の方に余剰パーツが生まれちゃうのよね。こっちの方はね、余剰パーツが生まれないの、全部こうほら車輪も全部後ろにこう回ってて、まあちゃんとね一体型なの、余剰パーツが生まれないよね、これは。まあ、そういう点もまああるっていうかね、まあ、ぶっちゃけこれでも多分再現できるのよ。うん、タカラトミーさんのは絶対できる。うん、やしないだけで、うん、絶対できるはず。だってすごいんだから、ここのメーカー。まあこれにつけといてもいいんだけどね、ピンってこう、うん、まあつけといてもいいのか変か、まあいいんだけどね。あとね、もう一つこれが、新版の真ん中の車両ね。でこれが9番、こう真ん中の車両っていうのは、武器のね運搬用の、コンテナになってます。なので、ちょっとね、これよいしょ、開けるとこう武器が出てくるわけ。なぜこれなのかと、これ9番ね、9番なんだけど、9番の方は左右に分かれるタイプなんですよ。ほらこうパカって開いて、こう武器が出てくる、武器の運搬用のコンテナなんですけど、こっちもその割れる方式にしてくれよと思って、まあ真ん中の車両だからね、このままこうこっちに乗せ替えてもできるのかな。多分穴はね、いつものほらこの穴でしょ、この穴なんで、別にね、この新しい新幹線 Z の武器を、まあね、ここにつけてやればまあいいんでしょうけどね。ほらほらこれ、ね、これでいいじゃない、ほら、いちいちこうパカッて開けなきゃいけないからさ、こっちの方が雰囲気出るじゃん、ガシャーンってして、こうね、ロボットがこう拾うとかさ、そういうシーンとかもできるんじゃない。ババン、おお、いいぜ、こういうなんかアクションモードがほんと使いやすくなってね、うん、遊びやすくなりました。うん、この腕とかのね、この可動っていうのはこのクリック方式、まあ、この辺はなんかこうトランスフォーマーとかでおなじみなんですけど、やっぱり子供がガチャガチャ遊ぶことを前提にしてるから、どうしてもね、遊びすぎると関節で緩くなっちゃうからね、まあそれを考慮してこういう関節なんですけど、まあそれをそれでありだと思いますね。うん、やっぱりこう子供が楽しめるっていうのが大事で、そして僕たちが勝手に、大人が勝手に遊んでるっていう体なんですけどね。かといって最近の子供もやっぱり今はね、そのバカじゃないんで、やっぱり9番のね、シンカリオンぐらいじゃやっぱり、満足しなかった。今回のね、シンカリオンぐらいだったらやっぱりすごく満足するんじゃないですかね。こうロボットとしてもかっこよくて、うん、最初からこれ出したら本当によかったと思うよ。うん、もっと流行ったと思う今でも遅くないか、いや遅いとか遅くないとか関係ないか、まあでもね、本当にね、これはかっこいいです。旧作でもあったこのね、胸のビームフォームね、ついてますし、はい、というわけでね、
満足です。これはこれ満足な、はい、シンカリオンの、E5 はやぶさでした。すでにオプションパーツとかもね、いろいろ出てるんでね、オプションパーツで拡張して楽しむこともできますから、今後もね楽しみだと思います、シンカリオン。それでは皆さんありがとうございました。また次回のオタク惑星でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。